四国征伐やっていきましょう。退路を断つ。お呼びでしょうか。おお、来てくれたか義継。お前さんの軍略を見込んで頼みたいことがある。こたびの四国征伐、おとりになってくれんか。貨幣で一足早く上陸し、四国勢をかく乱してほしい。なるほど。内側からかき回し、秀吉様率いる大軍が上陸する隙を作り出せと。さすが義継、察しが早いわ。この役、危険は百も承知。じゃから信頼でき、なおかつ力のある将にしか頼めん。お前の命、わしに預けてくれ。承知いたしました。では早速出陣いたします。秀吉は小牧長久手の戦いで家康を撃破、うん、だが義継の胸には家康の底知れぬ強さが鮮烈に残った。秀吉も家康との対立が長引くのは得策ではないと判断。和睦を結び、家康を巧みに傘下に取り込んだ。脅威を除いた秀吉は本格的に天下統一事業を推進。手始めに長宗我部元親が治める四国に狙いを定める。だが敵が待ち受ける地に上陸するのは容易ではない。そこで秀吉は義継に密命を下した。それは義継のみが果たせる任務。秀吉は天下を得るために鬼になろうとしていた。長宗我部か。盟友の将。盟友の将。四国征伐。うん、時の流れには逆らえ。三成か。オッケーオッケーオッケー。じゃあこれでいこう。義継。待って、俺、あ、これでこのままでいいか。技能取得。黄色が全然ないんすよね、兵法書。逆に青がめっちゃあるっていう、この偏りはなんだ。とりあえずこれだけにしとこう。これだけにしとこう。ちょっときついわ。うん。これも3であったよね。多分カバーされてんだろうね。ようやく本体が。おい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 、いきなり不利じゃないか。俺ももう一働きしておこう。先遣隊の陽動のおかげですんなり敵地に入りましたね。だが見殺しにせざるを得ない。あの方位ではもつまい。先遣隊の義継が完全に孤立している。急ぎ救援に向かう。あ、大丈夫。あ、大丈夫っす。おとりを助けに行ってどうする。皆は作戦通り攻めよ。船の防備も怠るな。大丈夫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 。打ち取った。はい、ここは引かせてもらうわ。砦の敵が片付いたが、この状況では味方との交流は絶望的か。開門。敵将、討ち取ったり。いざ参らん。いやー、バリア強いよな。つまらぬ敵だ。もう終わりか。チートだよな。この程度の戦果、誇れる気がせんな。
OK。 タタ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 、いいっすね。あ、間違った。この程度の戦果誇れる気がせんの。参るか、今ほど知らずめ。すごい、バイラン、クズどもが。この程度の戦果誇れる気がせんの。マジで義経のところ劣勢や。お見事でございますな。マジで劣勢じゃん。よしすぐ開門。おっと、誰か突出してきたね。だがお友達との涙の再会はここで中止だ。開門。には女神がいるんだ。誰が相手でも負ける気がしねえ。北西方面の敵の士気が異様に上がっている。あの女がいる限り手を出せない。女、あ、故障書か。封じられれば毛利本陣近くの北砦などはいかがでしょう。つまらぬ敵だ、もう終わりか。よいしょ。敵将討ち取ったり。いい流れを引き込めた。開門。よし、よいしょ。まだ生きているか。もう最高だね。いつの日こんなところまで。一切強っ。話は後だ。本体に合流せねばな。今こそあの女を始末する。ああ、ただ奴を崇拝する男たちの前で撃っては逆効果だ。北砦に誘い込み秘密裏に排除する。女が知らずに消えれば男どもは止まろう。開門。毛利が適正の目くらまし役を買います。なるべく早く誘い込んでください。 OK。 じゃあ早く行くぞ。開門。おいでおいで。秀長殿の船を爆破する気でしょう。はい、とにかく止めればなりません。故障者敵側なんだよね。おいでおいで。揺れてんな。痛い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 。心速痛えよ。綺麗な顔してやるじゃないですか。やるじゃないですか。あなたに不幸呼んであげるわ。デモン。よいしょ。これで北西方面の男どもは混乱するはずだ。わかりは分かる。集中するなら今ですね。よいしょ。オッケー。私このまま終わりたくない。なぜかしら。これは反骨。反骨。開門。お、来たね。これ撃ちよね。撃ちっていうのも。今からわしも参戦するぜ。水なり、リオマさん、頑張ってる。おねね様。よしすぐ、よーしてのけだろう。さすが、わしが見込んだ男じゃ。いい。敗北条件、変更。やばいな、敗北条件えぐいな。ついに来たか、天下人。聞け、俺たちの魂の叫びを。いや、相手が敷きたけえな。天下人の戦、見せつけちゃるわ。
量で押し一気に蹴りをつけるんじゃ。開門。じゃあめちゃおー5分以内に倒せってやつ、なかなかシビアだね。俺の軍略が入る余地はない。旗持ち魚でも食べたらヤマトに入って隠居でもするかね。秀長殿が危ない。急ぎ敵兵の排除。俺の采配こそ天下無双、決して揺るがぬ。強っ。水野、その地で再確認、並ぶ者なしだ。やばいな。うわ、気持ちいい。三つ目、その地で再確認、並べ物なしだ。お相手いたす。この程度の戦果、怒れる気ませんね。よいしょ。参るか、のほど知らずめ。いい流れを引き止めた。トム、この程度の戦果起これる気がせんな。いい流れを引き込む。いい流れを引き込む。良き敵に巡り会えた。強すぎな。ナイスでね。ネネが引き下げてくれた。ナイスすぎる。この調子で敵本陣へ迫るんじゃ。わらわはどんな時も諦めるぞ。分かってまいれ。わらわはここじゃ。開門。お、ガラシャ来る。あの態度少々引っかかるが、まあよい。娘を撃て。その後敵本陣を包囲する。援護せねば。ああ、塩でお肌がベトベト。でも、みんな頑張ってるんだから、くねりない。おいしょ！いきなりずぶ濡れの美女が現れおった。まさか泳いで奇襲をしてくるとはな。秀吉様は何としても守り通せ。元近、師匠。遠いな。無念なのじゃ。遠くない？上名義成、これにあり。我が忠義、我が武勇、とくと味わえ。めっちゃ遠いや。どこ買い物した？わからん。ようわからんことになってる。カオスだな。とりあえずちょっといい流れを引き込めたな。この戦場で敗北したら意味がないので、とりあえずちょっと総大将守りに行くわ。よしよしよし。
どっから出てきてんねんお前ら。いざ戦わん。目にも見よ。鬱陶しいのだよ。三成、その治療最高、並ぶものなしだ。反骨の魂とやらは見せつけたわよ。次はあなたの番。死なない程度に頑張って。戦場に散った魂、俺に戦えと叫んでいる。行こう、魂の叫びに応えるために。開門。その子逃げたと言えましょう。敵将撃ち取ったの。負けてしまうとは。ちょっとね、行きたいところがある。いい流れを引き込めた。強い。ちょっと待って、めっちゃ強い。遠いんだよな、ちょっとな。ちょっと広いよね、ここ。兵法書も一個落ちるしさ。ちょっと、あれミッションっぽくないかな。このやつ。違うか。これ違うか。別物か。なんか。いざ戦わん。結構逃してそうな気がするな。敵将軍撃ち取った。流れに乗ってまでも。おい、いい流れを引き込めた。強っ。お手合わせ願おう。俺が千人斬りとは。うわ、ほい。なんと見事な、なんと見事な平安京。バカな、遅れを取るだと。敵将撃ち取った。いや、強なったの。負けてしまうとは。お、いい流れを引き込めたか。佐竹、ここは引くぞ。なんと見事な平安京。この程度の戦果誇れる気がせん。敵将撃ち取ったり。撃ち取ったり。耐えきれん、聞かせてもらう。わしが早いな。でも はい、采配こそ天下無双、決して揺るがぬ。ドロップアイテムは消えないのいいよね。こっちにいるんだよね。ちょっと
いたいたいた、谷さん、もうほぼ壊滅だわ。つまらぬ敵だ、もう終わりか。叶う相手ではなかったか。試してやろう、貴様の意志する力を。型をつけよう。オッケー、連続無双。資格はください。天下統一にまた一歩近づいた。今回は俺も少々無茶をしたか。戻ったら三成に怒られる流れかな。じゃじゃん。うわ、いっぱいある。まだある、まだある。え、めっちゃあるんだけど。いや、全然ミッションあったわ。はい。ただいま、三成。ただいまではない。お前はもう少しで死ぬところだったのだぞ。俺は秀吉様の命でおとりになったのだ。お前こそおとりの元に来てどうする。大好きなんだよ。秀吉様はお前に期待している。軽率な行動で命を捨てるような真似をするな。俺はただお前の身を。お前の気持ちは受け取っておく、うん、ただ大将たる者、時には配下を駒にせねばならぬ。秀吉様も、そして家康も、それができる。三成、俺を使う時が来たら、俺を駒として使え。お前は駒を使い捨ててでも生き延びろ。そして、俺が生きて帰ってきても、むやみに心を動かすな。ただ、よくぞ戻ったと言えばいい。